こんにちは、たかしです。今日も元気でいきます。はい、今日の動画なんですか。名探偵コナン、アガサ博士発明品クイズ。ほい。発明品クイズ。一回まとめでやりましたけれども、うん、あの、二人どんくらい覚えてるかなっていうのも込みで、まあ、クイズでね、皆さんにもちょっと出したいなということで。はいはいはい。A 出すので、うん、正式名称ちゃんと答えてくださいっていう。うわ。はい。結構あのクイズ、あのまとめ好評だったんでね。うわ、全然覚えてない気がするよ。全然覚えてないかも。結構むずいと思いますよ、正式名称みたいなので。正式名称答えんの？そうです、そうです。むずいよね。うん。ではね、いきます。はい。では一つ目、こちらですね。はい、はい、はい、はい。うわー。名前か。こっちで書いたやつですね。意外とむずいよね。いや、俺これ、それはいけんでしょ。これいけなかった。もう、あと無理じゃない？そんなやつ。うわ、やべえ、わかんねえ。正式名称でしょ？あれ？ちょっと俺も。まあ正式、まあそうね。いろんな。やべえ、ちょっと、いや、怪しい俺も。いいよ。調子乗った。さっきまで。調子乗った。いけそうだったもん。はい、できました。やべえ。はい、では、K さん。バン。麻酔銃腕時計。麻酔銃腕時計。では、たかしさん。バン。腕時計型麻酔バリ銃、まあ、このバリ悩んだのよ。麻酔銃か麻酔バリ銃、バリ銃。正解は腕時計型麻酔銃です。あもうダメだ、もうダメだ、今日無理だ。もう多分今日無理だ。あこれは全然違う、全然違うでしょ。え嘘ねえ、腕時計麻酔銃か。うわバリを悩んだのよ。腕時計型麻酔銃です。ほら俺惜しかったじゃん。でもバリ無駄に悩んじゃった。あれこれすんごい動画になりそうですね。やばいかも。すんごい動画になりそう。すんごい動画、恥ずかしい動画になりそう。大恥動画、大恥動画に。やばいかもしれない。2人ともじゃあ×ですよ。やばい。うわこれいけなかったら結構もう幸先悪い。うん。では次こちら。なんだっけ、なぁ、あ、これ来たんじゃない、こういうことじゃない、これは言ってほしいですね、はい、はい、無理して漢字じゃなくてもいいんですよ、うん、漢字で罰は来る、まあ、ひらがなにしてくれてたら何も言わないです、はい。来るやそれ。こういうことっしょ、はい。では、K さん、バン、蝶ネクタイ型変性器。振りが汚いんだよね、まず。超ネクタイ型。超なの。これ大事じゃない、この場所。まあ、超なの。じゃ、超は普通に、超ネクタイの超。超ね。腕ね。いいのかな、じゃ。超ネクタイ型じゃないですね。スーパーじゃないよね。スーパーじゃない。はいはい。バタフライの方ね。バタフライ。はいはい。では、ただし。はい、同じ。超ネクタイ型変性器。はい。お二人とも木が違うということですね。え、待って、やば。あ、ちょっと待って、やば。間違えた。やば、怖いんだ。じゃあ、ひらがなしていた方がいい。ひらがなしていいんだったら俺にひらがなしていい、すぐさま、はい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 、もう怖すぎるから、怖すぎるから。正解、蝶ネクタイ型変性器でございます。で、ケイさんの方が正解でした。イエーイ。でももう俺変えたし、ひらがなって言ったから、だから言ってたのよ、だよ、見てたから。大丈夫でしょ。 0.5 と1? ちゃ、そんなことはないよ、そんなことはない。どうですか、そんなことない。だってひらがなにしたの。まあ、じゃあ1ポイントしますか。はい、よかった。もう次から怪しかったら全部ひらがなで書こう。さすがに怖いよね。これはあれですね、こう声が変わるやつですよね。あれすごいですね。あれね、よく小のおじさんの声がね、あんなしっかりとありましたよね。すぐその場でしかも変えるからね、あれ。ね、すごいよね。ボイスチェンジャーだ。ボイスチェンジャーですね。蝶ネクタイ型ボイスチェンジャーじゃないね。うん。で、次。なんか滑りましたね。別にあの、受けにも行ってないから、ね、なんか滑ったみたいになってたから、別に滑るつもりもなかったし、受けるつもりもなかったけど、ね、たまにあるな、最近な。たまにね、シーンとする。たまにシーンとするタイムね。次、こちら。わー、出た。あれなんだっけ、なんていうのこれ。これなんていうんだっけ。うわ、やばいこれ。じゃあ、まあ最後。シュー、なんたらシューズですね。あ、シューズ。そこはね、そこはなんか出てる。危ねえ。そこが危なかったんだよ。あ、ジュースになっちゃった。ジュース？ジュースはあれ。はい。はい、ちょっとわかんないな。はい。では、Kさん。バン、パワーキックシューズ。
すげえ名前すげえシンプル名前じゃん。パワーキックも合ってるもんね。パワーキックシューズだもんね。確かにパワー上げてね、うん、合ってる。だいたいテレテレーって、ね、最後使うんだからあれって、ね、だいたいチュイーンって虹色に光ってね、最後か最後の手前ぐらいで最近使うよね、はい、やっぱりこれ最近ずっとそうだよね最近これ映画はね、はい、映画はでは田橋さん、はい、これだよ。まあ、脚力増強修理じゃない、脚力増強修理。あ、そんなんだったっけ。なんかこんなんじゃなかった。正解は、うん、キック力増強修理。惜しい。キックは合ってたんだ。惜しいじゃん。一文字違いよ。矢の矢だけだもん。増強ちっちゃいやつだったら合ってたんだ。え、そういうこと。ちっちゃいやつだったら合ってた。そうよ。だから脚力増強はパワーも一緒だから意味合いが一緒だから。あ、じゃあ正解。なんでこれ正解なら俺大正解だ。キックしか上がんないんだよ、これは。わかんないけど。あ、ね、走る力ダメだ。別に足は速くなんないから、ね。まあ、そう言ってはいないもんね。なんで俺だけイチャモンつけられてパワーのやつに言われたくないよ。パワーなんだから、お前なんて。でも、パワーは上がるからね。パワー。パワーじゃない。パワー上がるから。そんなアホみたいな。足のパワー上がるからね。筋肉さんみたいな。これじゃ俺ダメ、うん、ダメか。そう。難しいね。本当は、上げたいんですけどね。点数厳しいな。まあしょうがないよね。厳しいな。本当あげたいんだって。厳しくない、うん、はい、じゃあ次、はい、こっちだ。うわー、なんだっけこれ。これなんだ。これは全然出てこない。これわかんない。まあ用途ですよね。こうじゃない、略か。なんちゃらかんちゃら略か、これまた知らないです。どっちをどう。略か、逆にしがちだから最近。何の略。略か、これ。何の略だと思ったのは全然変えてください。うん、これでいくわ。これでいくんだ。じゃ逆じゃねえじゃん。ちょっと全然わかんない俺。あ、違うな。わかったわかった。これだ。ヒントとか大丈夫ですか？これ大丈夫。これの。じゃ一回出してからする？うん。じゃあ K さん。バン。追跡機能付きメガネ。うわ、なんかそんな気がするな。追跡機能付きメガネ。タラシさん。バン。ターゲット追跡メガネ。ターゲット追跡。お二人とも残念です。ああ違う。漢字四文字でポン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 ときます。漢字四文字だけで、メガネ。ああ漢字四文字、追跡は入る。まあ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 入るな、じゃあこういうことかな。はい、できました。ちょっと漢字じゃないけど、漢字で表したら多分四文字になります。はい、うん、ちょっと書き方キモくなっちゃったけど。はい、では、高橋さん。追跡機能メガネ。ちょっとめっちゃ寄っちゃったこと。さっきの追跡機能メガネ。人のパクってる。追跡を生かしたから。あ、追跡生かしたから。そうそう、もう完全に。これはもう取り消してごめんなさいね。あ、はい、追跡機能メガネ。では、K さん。バン。追跡盗聴メガネ。追跡で盗聴もできる。あ、うん、なるほどね。正解。犯人追跡メガネです。うわ、一応犯人用なんだよ。だから、ストーカーとかそういうのはしないよっていう盗聴も、そうそうそう、犯人用だよっていう熱い意味がね、込められてます。熱い意味があるんだ、一応、うん、ちょっとじゃあこれは犯人じゃない時にも仕掛けたりしない？まああるな。まあ確かに全然あるよ。まあ確かに、まあ、全然あるよ。まあ、ちょっとこいつみたいな時もあるよね。確かに。あれはだから、意図とは違う。意図と違う時もあるやな。あと仲間につける時とかない？じゃあ博士は困ってますね。あ、そんな粉を見かねて完全に使ってんじゃないぞと。そう。ああ、犯人追跡なんだね。家で関係じゃないんだよ、あの二人は。家関係だ。なんで関係性そんな良好じゃないの。では次、こちら。わー、出たー。こんなの大人代名詞ですよ。これなんだっけ、これ。ほにゃらら付きほにゃらら。長いですよ。1,2,3,4,5,6。何々月。七。え？月。七文字？文字数？七。うん。七月七。月の前で七。うん。月の前で七。マジか。え？でその後七。え？七。七月七。あ、来た。来たかも。1,2,3,4,5,6,7月でまあ二文字ね、月の。はい。来ました。はい。はい、じゃあ、K さん。バン。パワーエンジン付きスケートボード。パワー好きすぎだろ。筋肉君。さっきから筋肉回答なんだよな。パワー。パワー。パワーエンジン付きスケートボード。スケートボード。やっぱパワーって大事だから。結局はパワーなんだから、必要なのは。パワーエンジン付きスケートボード。これ、筋肉回答なんだよ、さっきから。では、高橋さん。はい。バン。タ
ターボエンジン付きスケートボード。ターボエンジンね。ターボエンジンか。ターボエンジンじゃない、なんかエンジンの前はターボでしょ大体。まあそうか、パワーエンジンって正解は、はい、ターボエンジン付きスケートボードです。おお、これはすごいね。うわほら、俺は 0.5。 なんでだよなんでだようわ、ターボエンジン付きスケートボード、マジかよ。だこれは嬉しいわ。素晴らしい、リードしたんじゃない。うわやったぜ。これはまあ普通エンジンついててめっちゃ速いやつですね。めっちゃ速いね。でソーラーパワーとかもついたりして、よく夕方とかになるとヒューンって止まっちゃうイメージもありますね。確かに確かに、そういう理屈ね。あれね、そう、ああそうですよね。そっか、もう分かんないけど、分かんないですこれすごいんだよ、だって適当なこと。なんかね、こういう立橋の何こう橋があってさ、こういう橋やじゃん、橋にあってこう、ね、上部分ね、上の立橋の上部分、ね、あるじゃん、はいはい、そんなところ誰も歩けないところあるじゃん、あそこバーッて持つんだよ、そうするよね、するするドゥーンって行くんだよ煙がジャーッてね、ブワーイで、そこから着地するんだよ。危なすごくない、危ないあ、やっぱソーラーボードとバッテリーを組み込んだスケートボード、昼間充電しておけば夜でも30分間は使えると。あ、30分限定なんだ、うん、ね、うんうん、すげえ速いもんねこれ。速いよ、速くない、速い速い、車より全然速いよ、ね、あの生身で、あのスケボーに生身で60とか70キロらしいんでしょ。やばいよね、やばくない、すごいよなどういう理屈わかりませんじゃあこちら、あ、出た、ね、これなんだっけ な、 これなんだよ、でもね、これね、これなんだっけな、あの文字入るだろう、まあ、漢字2文字ほにゃら、え、最初漢字2文字、あ、そういうこと、あ、じゃあもう、あ、じゃあ余裕じゃない。では K さん、はい、バン伸縮サスペンダー、うん、トロさん、はい、同じ伸縮サスペンダー、正解です、これわかるんだ、これはいけたね、うん、これはもう今もうヒントがありがたいヒントでしたね、いっぱいあったから、うん、これすごいんですよね、まあこれここにコナン君ここについてサスペンダーがあったらめっちゃ伸びるんですけど、はいはいはい、この威力たるやね、パワーはやばいよねパワーつけなくていいの本当はそうだね、悩んだパワー伸縮とかなんか超伸縮とか、なんでもパワーつけたがる2文字って言ったから、あ、超つかないかと本当にそんくらいすごいよね、確かにね、だってもうめちゃくちゃ重いものを持ち上げる、ね、持ち上げられるのがさ結構すごい、もう岩とか動かすよね、やってたやってた、もうすごい、何でもパワーで味変したかってめっちゃ思うよね何来てもパワーかけたから大事だよな、パワーパワー伸縮、結局大事よねパワー伸縮サスペンダー、では次、はい、こちら、あー出たー、ちょっとわかんない俺それやべえ、名前なんだっけ、これね長いんで、まあおのおの点数って感じにしますか、どういうこと、ちょっとずつ4つね、あれね、ほにゃらら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 、めちゃくちゃあるじゃん、4フレーズなの、4フレーズもあるそんなの、まあまあ、負ければそうかな、あ、でもこんなんじゃなかった、来たかもしれん、すごい、こうかな、1,2,3,4、 ほい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 、はいはい、はい、では K さん、バン緊急排出サッカーボールベルト緊急排出そんな緊急で飛び出すっけあれ、はい、緊急排出、うん、サッカーボールベルト、うん、うわやべえ、サッカーボールで 1?、うん、やべえ、ここが2になっちゃった、では田辺さん、サッカーボール紛失ベルトここの分けかと思っちゃった、やべえ、でも似てるよね、まあまあまあ、緊急がないだけ、俺正解はどこでもボール射出ベルトでございました惜しい、惜しい、絶妙に違う、まあベルト点どこでも、まあボール点は田口さん同じとこにありますね、ほらでもサッカーボールだから、あっちょちょ、サッカーじゃないでしょ、ボールでしょ、うん、ほらサッカーじゃないですよ、でもサッカーだよあれいやそう言われたらそう思われる、いやでもサッカーだよ、だっていやでもサッカーでもサッカーボールだよね、蹴るもんだったらどうか柄的にだったら俺もバスケットボールじゃないでしょ、2ついちゃう、じゃあ俺サッカーとこれで2ついちゃう、俺2箇所に書いてて俺2ついちゃう、いやそれ1マス目の点数つけてないからダメじゃあ点数つけてって、どこでもないね、なんで研究がどこでもでつくんだ、どこでも研究で、どこでも研究は全然ない、どこでもと研究が違いすぎる、じゃあ三角、なんでだ、なんでバツだよ、バツバツボール、はい、丸、はい、丸、え、これ丸サッカーついちゃってるよ、これねえ射出、はい、排出もう、両方、罰で
ああ争うので妹じゃないからお互いの回答を潰し合えるってあー罰だった研究と猫でも一緒にすんのやばいだろマジで。では次、はい、もうちょっといきましょうか。もう代表的なだんだんほぼないです。はい、次こちら。あれ何何あーあーこれも別に難しくないです。こんなん普通の。そうよ普通のやそんな普通じゃないですよそんなスマホについてるいや違いますよそんなそれも発明品よ発明品発明品ですよねできたえ早くないできた侮辱マイナス点ありますよ早くさ発明品侮辱しようとしたんですよ何悪いでしょこれが到底発明とは思えないみたいな違う、だってもうこの時代だってスマホについてるしみたいな。それをなんかドヤ顔で出してくるから知ってない。違う違う博士がドヤ顔で出したんだコナン君もな、嬉しそうな顔してんじゃんコナン君ちょっと笑ってる、ニヤついてんなじゃなんか見つけたからニヤついてたどっちか、どっちかっていうと明るくなったからじゃないか明るくないよはいはいはい、ケイさんバン、腕時計型ライト。はい、あ、やべ、ガタ田橋さん、やべ、ガタついてない。腕時計ライト正解は、うん、腕時計ガタライトです。やばい、やばい、これは俺はこれ0だよね。いや、0.5 だよ、ね、だって俺当たってんだから0.5だよ。そんなことじゃん、さっきのやつどっか 0.5 やつあったよ、ね、俺俺と誰でもさっきのやつ欲しいやつあったよ。めっちゃ切れる、さっきめっちゃ切れる。ケイさん、めちゃめちゃこんな圧かかる。侮辱されて怒って、アガサ、アガサ博士ファンじゃん、もうバカにしたのめっちゃ怒ってるやん。では、はい、これは知ってるのかな、まあ、一応ね、まとめでは知ってると思うんですよ。これ、知らん知らん、なにこれ、こんなんやった、なにこれ、これでございます。え、見たことない。見た目はですね、うん、これです。あ、やったね。ほにゃらららら、ほにゃらら、さっきみたいなことですね。まあ、腕時計、ここでまあ近い方に1ポイントあげますが、俺は近い方にどっちも近くなかったらもう1問いきます。はい、では、K さん、はい、バン、ノート型マップ、シンプルシンプル近い方っていう戦いでは非常にいい戦い方かもしれないですね。大橋さん、バン、地図機能付きノート。地図機能付きノート、うん、どういう効果だと。このメガネのノート版よね。あー、なるほどね。そうそう、ターゲットがピッピッって動くんじゃない。うん、でも、なんかメガネでピピって光っちゃうとあれだから、うん、ノートにこう、うん、見た目はノート、見た目はノート、うん、見た目はノート。頭脳は大人なんだそのノート。怖いノートじゃん、うん、正解は、はい、ノート型電子マップでございました。イエーイ、どうよ、俺は近いよ、近いよ。ほら、ケイさんポイント。よっしゃということで、ケイさん勝利。近すぎた。ちゃんと近いな。シンプルすぎないと思ったけど、すげえ近かった。地図機能付きノート、ノートじゃないですか。ノートいいね。地図帳みたいな、ただの地図帳だったわ、俺これ。別にこれ、地図の機能もそうもねえよ。電子あるとね、よかった。あ、電子マップ、そっか。地図機能付きノートはもうあるな。一応あれだろ、 iPad みたいなことになってるみたいなことだね、はい、多分ね。そうですね、それノートっぽいんだ、はいはい、小学生でも持ち運んでてもいいですね、はいはいはい、ですね。ということで、たっけいさん一人で終わります。強いな、なに最後、最後強くない。まあまあまあ、こんなもんですよ。だからこうまとめたものもクイズにしたら2人ほとんど覚えてないのでちょうどいいってことで。やばいな、恥ずかしい、絶対覚えてないしな。またね、こういうクイズもやっていけそうですね。いいんじゃないですか。はい、はい、以上でございます。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。メインチャンネル、タブチャンネル登録も見てください。それでは、またね。ノートの最後のページです。ノートの最後のページについてる社会科のノート